アシケナジム、アシケナジム、アシケナージム、アシケナジム、エイケイナジームとは、ユダヤ系のディアスポラの内ドイツ語圏や東欧諸国などに定住した人々及びその子孫を指す。語源は、創世期重章3節並びに、歴代史上1章6節に登場するアシケナズ、新共同訳や、新海訳での表記。交語訳ではアシケナズと表記である。単数型は、 アシュケナジ、アシュケナージ、エイケイナチ。アシュケナジムとセファルディムは今日のユダヤ社会の二大勢力である。アシュケナージはヘブライ語でドイツを意味する。イスラエルでは一般に前者が白系ユダヤ人、後者がアジア人、南欧系及び中東系ユダヤ人を指す語として大雑把に使われる場合があるが、これはオスマン朝からイギリス人統治期を経て、 イスエル共和国建国後に至るユダヤ教の宗教行政において、オリエントのユダヤ教とヤフデヘクタールマイズラがセファルディムの首席ラビの管轄下に置かれていたことに、起因する。しかし、それ以前の歴史や人種的にはっきりしたことは、不詳で、現在も論争が絶えない。ディアスポラ後も、ユダヤ人のほとんどは、地中海世界、後のイスラム世界に住んでいた。それに対し、 アルプス以北におけるユダヤ人の起源ははっきりしない。7世紀に中央アジア西部のコーカサスからカスピ海北岸にいたハザール王国の住民とされヨーロッパに精神し移住したわずかのコーカソイドの一派のユダヤ教徒の子孫だとする説、またはローマ時代イスラム世界から商人としてヨーロッパを訪れたとする説、イタリアからアルプスを越えてやってきたとする説などあるが、 単一の起源ではないかもしれない。一部に、旧世紀頃に、民衆がユダヤ教に、集団回収した国会北岸のハザールアセ国の子孫だとする主張が見られる。しかし、ハザールの使用言語は、トゥルク諸法であった点など、歴史的な状況を考えると、いろいろ無理がと、学問的根拠に乏しく、まともな学説とは見なされていない。いずれにせよ、8世紀から9世紀には来た。 フランスにアシュケナジムらしきユダヤ人の記録が見える。間もなく彼らはドイツ中部のライン側、ライン地方、ブリテンなどにも広がった。彼らは当初はヨーロッパとイスラム世界とを結ぶ公易商人だったがヨーロッパイスラム間の直接公易が主流になったこと、ユダヤ人への迫害により長距離の旅が危険になったことから定住商人へ、さらには キリスト教徒が禁止されていた金融業へと移行した。ユダヤ人氷菓子というステレオタイプはこのようなキリスト教社会でのユダヤ人の職業に由来し、これに対しイスラム社会のユダヤ人にはこのような傾向はなかった。彼らは西欧にも定住したが1290年にはイングランドから1394年にはフランスからユダヤ人が追放された。 15世紀になると、ドイツ諸法でも迫害されたりした。追放された彼らの多くは東方へと移民した。まずは、オーストリア、ボヘミア、モラビア、ポーランドなどの地域へ移住し、ポーランド王国は1264年に、カリシュの法令を発布して、ユダヤ人の快適権利を保護した。当時ドイツ人の東方植民時代で、国王による都市加速進政策の一環として、 ユダヤ人もドイツ人と一緒に招聘された。ユダヤ人なども、ポーランドでドイツのマクデブルク法により、商業的に有利な優先的条件と権利を保護されていたために、ユダヤ人にとり魅了があったため移民した。ユダヤ人は都市を築き、商業や銀行業をはじめ、彼らのビジネスや文学や進んだ技術や高い能力を認められた抗などの側近を務め、 ポーランド経済の柱となり、ポーランドで最初の硬化発行、ヘブライ語が陰国などに携わった。ポーランドはユダヤ人にとって非常に住みやすい国となった。彼らは後にポーランドリトアニア共和国の全地域へと拡散した。ポーランド王国は当初彼らを中東騎士団等ドイツ人勢力との結びつきが強い、ドイツ人移民に代わる専門職移民として迎えした。 彼らの中には、ポーランド・リトアニア共和国で成功し、金融業や商人、地主や貴族階級、シュラフタになった者、そしてヨーロッパに来て初めて農業を営んだ者も,もいたが、その点が西欧に住み続けたユダヤ人たちと異なる。中世末期の欧州では、諸国の王がその時同期の利得を図って、ユダヤ人にしばしば保護を与えていた。これは予告なく、 撤回もされるものだった。アシケナジム、東欧系ユダヤ人のポーランド移住の初期における身分は、そのような政策の特徴をよく示している。ビースラ側の王国、ポーランド王国にやってきたユダヤ人は、祖国で享受していたものと同等とされる特典を、いくつか与えられた。1264年に、カリーュのボレスワフ公が、 マグデブルクの直令を藩として彼らに与えた身分はその典型であり、広大に各地で模倣された。この制度の下、ユダヤ人社会はその宗教と民族的出自ゆえに特殊な社会集団としてコミューン、ヘブライ語でゲヒラを組織し内部自治を行うことが認められていた。ユダヤの人間と財産は君主の所有物、セルビキャンラであるとされ、 これを害する者は、君主の財産を害する者とみなされた。1334年、ポーランドをカジミエ主賛成により、この制度は王国全体に広められた。1388年には、リトアニアをビータウタスもそれに習った。この移民誘致策に、下心がないということはなく、非ゴ民を搾取するのは当たり前となっていた。それが高度に磨かれると、 海面絞り法が用いられる。表向きは、気前よく、特典と保障を振る舞って、他国で迫害されている、ユダヤ人を引き寄せる。彼らが十分に繁栄し、金を蓄えた頃を見計らって、国外に追放し、財産と利権を取り上げる。またユダヤ人たちに、戻ってきて、剥奪された財産と特典を買い戻さないかと、持ちかけた。フランス革命による、 平等思想の啓蒙や、ポーランド分割による国境の消滅により、アシケナジムの中には再び西欧に戻ったり、新大陸へと移住したりするものも現れた。しかしその大多数は、現在のポーランド、ベラルーシ、ウクライナ西部、ガリツヤの3地域に居住した。19世紀末から20世紀前後に、ロシア帝国のポグロムや反ユダヤ政策、 ヨーロッパ諸国での反ユダヤ主義勃興により、ユダヤ人自身の国民国家を約束の地に建国することを求めるシオニズムの思想が生まれ、ポーランドやロシアなど東欧からオスマン帝国領のパレスチナに入植する人々が現れた。ドイツではナチスが台頭し、多くのユダヤ系ドイツ人がアメリカ合衆国やイギリス移民統治領パレスチナに逃げるように移住していった。 ドイツとソ連によるポーランド侵攻が起きて、ポーランドが占領され、ポーランドを含むヨーロッパのユダヤ系の人々は、ナチスドイツが引き起こしたホロコーストにより、多くが死亡した。第一次世界大戦後に独立を果たしたポーランド共和国は、ポーランド分割以前のポーランド国家同様、再び世界最大のユダヤ人人口を抱える独立国家となった。 ユダヤ系ポーランド人は多くは商人となり時にその地域の富裕層になったりした。ユダヤ人は靴屋や仕立て屋などになったり、医者、ポーランドの全員死の56%、教師43%、ジャーナリスト22%、そして弁護士33%であった。第二次大戦前まではユダヤ人の出版物も,も盛んに発行され、科学者や 数学者、経済学者、文学家、などが貢献していた。ノーベル賞受賞者、レオニード・ハービッツ、経済学、アイザック・バシェビィス・シンガー、文学。1921から1931年頃、ユダヤ人はよく、ポーランド人とは認知されず、ユダヤ人とポーランド人の関係は緊迫する結果となった。1923年、 ポーランドの全大学でユダヤ人生徒が高校医学で62.9%を占め、医学は34%、哲学29.2%、科学22.1%、法律22.1%、26%1929 年までとなり、反発の要因となった。ほとんどのユダヤ人は高学歴であったが、政府官僚の地位からは除外された。 反ユダヤ主義は第二次大戦前の数年に頂点を迎えた。国内でユダヤ人商売のボイコット運動や公社肉用の屠殺禁止運動など盛んになった。1935年と1937年、反ユダヤ事件が起こりユダヤ人は37名死亡し、外傷者500名であった。1936年、私企業80.3%は、 ユダヤ人経営となった。ドイツがポーランドに侵攻するまでの1939年、この運動はエスカレートし、ユダヤ人への敵は、ポーランド人右派やカトリック教会などの市位の中心となった。第二次大戦幕開けとともに、ユダヤ系132-00名は、ポーランド軍として戦った。ユダヤ系ポーランド人兵士と、将兵、戦士32、 216名、6万千名は捕虜となり、ドイツ兵に捕まる、ほとんどは助からなかった。ホロコーストにより、ポーランドでは600万人いたユダヤ人のうち300万人がドイツによって殺害された。これにより、現代のアシュケナジムは主にアメリカが衆国か、イスラエルに住んでいる。ポーランドのユダヤ人は、第二次世界大戦前後に正統派ユダヤ教徒の ポーランド人の多くがイスラエルやアメリカ合衆国へ渡ったが、また一方で非正統派ユダヤ教徒のポーランド人や、さらに世俗的なユダヤ系ポーランド人などがポーランドに残った。1942年までにナチス占領下のポーランドにヘウムの強制収容所、ベオジェツ強制収容所、ソビボル強制収容所、トレブリンカ強制収容所、マイラネク強制収容所、 アウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所が建設され、ユダヤ人は強制労働上やある時に強制収容所に送られた。ほとんどのシナゴーグは破壊された。1939年10月から1942年7月、ユダヤ人38万人が3.4平方キロメートルのワルシャーゲットへ入れられた。ユダヤ人住居の空き家は戦後の住居として当局からヒーダヤ ポーランド人たちと収容所から生還しユダヤ人との間で不動産トラブルが発生した。ナチスの決断はユダヤ人問題の最終的解決により開始された。1942年3月中旬マイナス1943年11月初旬、ラインハルト作戦によりガス室や大量殺害のアウシュビッツイコールビルケナウ強制収容所に続いてベオジェツ強制収容所。 ソビボル強制収容所、トレブリンカ強制収容所が建設され、ゲットーのユダヤ人は絶滅収容所へ移送された。1943年2月、約1万人のビアウィストクのユダヤ人は、トレブリンカ強制収容所に移送された。移動中、数百人の病気や弱った、ユダヤ人は殺された。1943年4月5月、ワルシャワゲットーのユダヤ人は、 トレブリンカ絶滅収容所へ移送され始め、月頭内の左翼シオニスト青年組織ユダヤ人、戦闘組織により、ワルシャワ月頭放棄が、聞こた。1943年8月、ビャウィストク月頭解体命令が出された。7600人がトレブリンカ絶滅収容所へ移送され、子供1200人は、ボヘミアのテレージエンシュタットへ移送後、アウシュビッツイコールビルケナウへ移送されて、 そこで殺害された。1943年8月16日、ビャウィストクゲットに手が起こる。軍事的には何も成功はなかったが、二番目に大きな放棄となる。1942から1945年、ロンドンのポーランド亡命政府内にユダヤ人救済委員会のゼゴタは組織された。このメンバーには、後の外務大臣、 1999から2001年となる、ユダヤ人のブアディスはバルトシェフスキを含む。1944年、ワルシャワ放棄が起こり、1万7000人のユダヤ系、ポーランド人は、AK 国内軍と共に戦うか、隠れ家から見つけ出された。1945年1月17日、ソ連の赤軍がワルシャワに侵略した。第二次大戦後すぐに、 様々な理由でユダヤ系ポーランド人はポーランドを離れた。ポーランドでの共産主義やユダヤ人の家族親族の殺害、またはポーランド人の反ユダヤ主義を避けたい等の理由あった。1944-46年、反ユダヤ運動が起こる。ポーランド人によって数百人から1500人のユダヤ人が殺害された。ポーランドはユダヤ人移民が イギリス移民党治領パレスチナへ自由に行ける東側諸国の唯一の国であった。1958-59年、スターリンの死後5万人のユダヤ人がイスラエルに移民した。ポーランド人共産主義者の中に著しい数のユダヤ系が存在し、共産主義のポーランド人民共和国や公安、ユーザット・バス・ピース・ト・ソンストア、UB、 外交情報を起立するための活動を行った。その中で、などは、共産主義経済発足に責務があった。1967年、第3次中東戦争に、ポーランド共産主義政府は、ソ連と同様に、イスラエルとの国交を断絶、反シオニズムを装い反ユダヤ主義を拡散した。国家主導の反シオニズム運動は、 共産主義のポーランド統一労働者等の政治当局や大学や学校の教師職からユダヤ人は排除された。1967-1971年、政治経済や秘密警察の圧力により1万4000人のユダヤ系ポーランド人は強制的に国外移住となり、ポーランド市民権は放棄となった。1970年代半ば、 第三次中東戦争後に東側諸国の中で初めてイスラエルとの外交修復を試みた。1970年代以末、ユダヤ人活動家は共産主義政権に対抗し反共産主義グループを創設した。これはポーランドと東欧で初めての主要な市民グループとなった。1986年、イスラエルとの国交は部分的に回復した。 1989年、共産主義政権は破壊した。ユダヤ人居住者は後、零0001万人ほどしか残らなかった。ポーランド残留のユダヤ人は、世俗主義的なユダヤ教徒の家系であったことから、ある者は自然に、ある者は前述の政治闘争の結果自らのユダヤ系の出自を隠した。それまでに多くのものはカトリック教徒となっていたが、 一部は無神論者や会議主義者もいた。共産主義後、徐々に自らのユダヤ系の出自を公言したり、家族から危機先祖の出自を表に出すようになっている。フラックフで毎年夏に開催されるヨーロッパ最大のユダヤ祭り、シャロームは内外から多くの観客や参加者が集まり盛大に催されている。1990年、イスラエルとの国交は回復した。 2015年、ピュー研究所による統計によると、ポーランドは、ヨーロッパ6カ国の中で、ユダヤ人に対し、好意的でない、結果となった。ポーランドにおける歴史的ユダヤ人の人口推移、ポーランドでのユダヤ人口パーセント伝統的に、セファルディムが、ユダヤスペイン語、ラディーノ語、ジュデズモ語ともを話していたのに対し、アシュケナジムは、イディッシュ語、ドイツユダヤ語を話していた。なお、 アシュカナジーという姓を名乗る、ユダヤ人の多くはセファルディムである。ない伝病である、低イコールサックス病とゴーシェ病の罹患率が高く、一般的ヨーロッパ人の約100倍に達する。また、ニーマンイコールピック病、特に A 型の罹患率も高い。高い知能を示す傾向がある。ノーベル賞など著名な科学賞の受賞者には、 人工費からは考えられないほどのアシュケナジムがいるが、おそらくこれも要因の一つとされる。文化人類学者のグレゴリー・コクラン、ジェイソン・ハーディー、ヘンリー・ハーペンディングは、次のような仮説を提唱している。アシュケナジムは、神経細胞に蓄えられている、スフィンゴ脂質という物質が関与する病気にかかりやすい。スフィンゴ脂質が関与する病気には、低イコールサックス病。 ニーマンイコールピック病、合ェ病などがある。通常、スフィンゴ脂質が多すぎると死に至るか、少なくとも生殖不可能な深刻な病気にかかる。ただし、ホモ接合型でスフィンゴ脂質過剰遺伝子を二つ持っていると深刻な病気や死に至るが、ヘテロ接合型で一つだけだとスフィンゴ脂質の量は高いものの自主的なレベルには至らない。 スフィンゴ脂質のレベルが高いと神経信号の伝達が容易になり、樹状突起の成長も促される。神経突起の枝分かれが多いほど学習や一般的な知能にとっては好ましいという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。